何がいけないんだろうね。これ全然いいと思うけどね。便所太郎が今回やったことは何も間違ってないと思うけど。なんか間違ってることあるんだったら、言ってほしいよ、これ。全く今回の件ね、聞いたところで、便所太郎が間違ってるとは思わない。100%。なんか間違ってるんだったら言ってほしいよね。別に便所のアンチから、アンチでも論破できるし、あんだけど、これ。かけてきたら。まあ、便所のアンチはブルブル震えて俺にかけられないんだろうね。論破されちゃうから。ね、かけてきていいよって電話出るって言ってんのに。誰もかけてこないじゃん。便所のアンチも。まあ、便所なんてね、閲覧いつも300とか500ぐらいだろ。なあ。まあ、だからアンチもいないんだろうな、便所とか、アンチ。ただ面白がってるやつらばっかりでね、便所のリスナーとか、もんちゃん、いやもんちゃんも着信拒否されてるもん。香川にかける、じゃあ香川かけてきたら、うん、俺からかける人、あんなゴミにかける必要ないでしょ、香川とか便乗しかできない。ねえ、俺にさ、眉毛全剃してローリング土下座したやつに、なんで俺からかけなくちゃいけないんだって思うけどね。逆にね。よっさん様すいませんでしたってさ、眉毛全剃りして、ローリング土下座したの覚えてないの？香川が。そんなやつになんで俺がかけなくちゃいけないんだよ。やめてくれ。冗談は寝て言え。お茶にするわ、もうあと残り時間40分ぐらいでしょ。いや負けてでいいよ、どうせ便乗でしか輝けないんだから。一人でやって閲覧ね、100以下とか、うん、そんな自分の閲覧じゃないからね。ただ別に負けててもいいですよ。明日にはもうね、閲覧100以下になってんのかな、香川。はあ、いただきます。野菜炒め、いただきます。今日の夜ご飯。リスナーから預かった